はい、皆さんこんにちは、ドラゴンです。プロスペースやっていきましょう。今日はですね、新選手が追加されましたので、そちらの方を紹介、能力紹介やっていきたいと思います。 TS ですね、 TS 来ましたね。今回めっちゃ優秀な選手多いので、とても楽しみにしてます。それでは早速紹介をしていきましょう。で、まず最初に紹介するのが小笠原選手ですね。この選手、今回トップクラスに当たりなんじゃないかなと思います。まずミート型ですね。これ非常に高いです。86で、パワーが、80A に乗ってます。ミートパワー A コンボでいきます。で、特殊能力にパワーヒッターがついてて、ここ広角打法とチャンスもついてるんですよね。なのでとても優秀です、この選手。さすがガッツですね。仕方も打ち方なんだろうね。おっ、かっけー、いい、かっけー打ち方ですね。この方も懐かしいです。この選手欲しいですね。で、走力も66と、まあいうところで、まあそこまで遅くないんで、優秀じゃないかと。で、なんといっても素晴らしいのは守備ですね。サードとファースト C でいけるので、限界突破3でもうどちらも使えるんで、使い勝手も悪くない選手なんじゃないかなと思います。スタメン間違いなしだと思います。断言します、小笠原選手の当たりです。続いていきましょう。はい、オリックスバファローズ後藤光隆選手です。この選手はですね、ミート型、B で77なんで、一応まあ A も称号次第で狙えます。で、パワーも、B と、B の74ですね。なのでミパどっちも狙えるので、本当に優秀な選手じゃないかなと思います。で、総力艇の称号をつけることで、まあオール B も狙えるし、本当になんか称号つけたら面白い選手なんじゃないかなと思いますね。で、守備適性に関しても守備積極ですし、セカンドの適性 C あるので、まあ、守備でも、そこまでウィークポイントがある選手ではないと思いますね。で、セカンドのスタメン候補でもいけますし、まあ、自チームではショートとサードでも守ることはできるのかなと。まあ、思い切ってもう称号を狙うつもりで5まで上げちゃっていい選手なんじゃないかなと思います。それが結構生きてくる選手なんじゃないかなと思います。後藤選手ですね。続いていきましょう。はい、来ました、ロッテデスパイネ選手ですね。この選手評価 A にしました。で、なんといってもソフトバンクのデスパイネ選手と違ってミートが B なんですよね。ミートが B で、まあ、パワーヒッター持ちなんですけど、守備適性も D あるんですよね。で、まあ、その点、まあ、優秀なんじゃないかなと思いますね。本当にね、この選手強いですね。広角打法もついてるんで、チャンスもあるんで、コンボも非常に組みやすいと思います。まあ、でも、デスパイネ選手は DH 要因かなと思います。はい。続いていきましょう。はい、来ました。鉄平選手ですね。この選手 A 評価しました。で、どこがいいかというと、まあ、ミート型っていうのもそうなんですけど、ミート A ですね。で、パワー C なんですけど、まあ、称号をつけることで、先ほどの後藤選手と同じような感じで、称号をつけることで B に乗せれると。それで見栄えは良くなりますんで、この選手も、極5まで、極まで上げたい選手かなと思いますね。で、センター適性 B なので、非常に守備としても優秀な選手じゃないかなと思いますね。特殊能力超アベレージヒッター、これ超優秀です。この選手も当たりだじゃないかなと思いますね。続いていきましょう。はい、笹岡慎二投手ですね。懐かしいですね。この選手はスタミナ型です。スタミナが A で86、球威も A で80と。で、まあ球種の精度と曲がり幅はいいんですよね。スライダーも素晴らしい、ストレートも、球威がある。で、D カーブも、球威があると。でもですね、
三球種っていうのは変幻自在的には言いたいと思います。なのでそこはちょっと笹岡投手のウィークポイントかなと思いますね。で先発適正、抑え適正が S っていうのは本当に優秀だと思うし、中継ぎ適正も D なんで、超4まで上げたら、使えるので中継ぎでも汎用性はあると思います。で特殊能力は打たれ強さはコンボ組みにくいんですけど、キレ、タイピンチは優秀だと思います。先発、抑え候補で使える選手ですね。続いていきましょう。ヤクルト、相川捕手です。東京ヤクルトスワローズですね。ミート型の選手ですね。ミート型、ミート76で、パワー68の走力61というところで、パワーは昇降次第で B に上げてます。でも、ミートは76なのでギリ A に乗らないですね、昇降でもね。そこは残念ですけど、まあでもね、悪い選手じゃないと思いますね。本当守備適性も高いですし、センターラインのコンボ組めるんで、他の守備力もいいし、優秀な選手じゃないかなと思いますね。で、捕手20丸ですし、チャンスも持ってるんで、まあ、特殊能力も優秀じゃないかなと思います。捕手スタメン候補間違いなしですね。続いていきます。はい、ラミちゃん来ましたね。ラミちゃんです。もちろんラミちゃん A にしました。で、パワー型の、A ですね、85で、ミートも B78 なんで、称号次第で A に持ってこれます。ぜひラミレス選手も、パワーミート A にしたいですね。で、超パワーヒッター、チャンス、存在感というコンボを持って、コンボ特殊能力を持ってますんで、まあ、とても優秀です。まあ、どれもコンボ組みやすい。存在感は本当に威圧感みたいな感じで、ピッチャーに直接的な影響を与えますので、まあ、とても優秀な、特殊能力じゃないかなと思います。まあ、マッチングライドでスタメン候補なんですけども、守備適性が低いので、DH での起用をおすすめします。はい、続いて、横浜 DeNA 寺原隼人投手です。スタミナ型で、一応値が近いんでトリプル同値狙えると思うんで、これはぜひ狙いたいですね。トリプル同値称号つけて、で球種が非常に多いんですよ。まあ、5球種、まあ、ですけど B 以上の球種ですね、 B 以上の球種が0なんで、そこはいただけないとこかなと思います。特殊能力見ていきましょう。特殊能力、超合速球ですね。超合速球は優秀です。伸びと重い球とコンボ組めるので、優秀な球じゃないかなと思いますね。で、切れ奪三振も本当に優秀な特殊能力だと思います。先発候補で起用するのをお勧めします。はい、続いていきます。はい、来ました、浅尾投手です。そろそろ TS で来るかなと僕も予測してたんですけど、やっぱ来ましたね、浅尾投手。めちゃめちゃ強いですこの投手。9位 A84、制球79、まあ、これも小声で A 狙います。スタミナ69ですね。で、球種自体4球種と、まあ、少ない方ではあるんですけど、まあ、中継ぎピッチャーなんでしゃあないと思います。で、ストレート A、フォーク A、そしてパーム B と、どれも曲がり幅も大きいし、もうそうそう打てるピッチャーじゃないです。超優秀です。多分今回の投手では一番当たりじゃないですかね、間違いなく。で、中継ぎ適正 S、 抑え適正 C なんで、セットアッパーでの起用をおすすめしたいです。まあ、特殊能力切れも優秀です。奪三振も存在感もあります。触って投手とは以上いいんじゃないかな。次いきます。はい、来ました、鳥谷隆選手。評価 A です。なぜかというと、ミート型で A も初号で A 狙えるし、パワー走力同値と、はい、でもミート型でバチッと据えておけば、あのコンボも組めるんでいいと思うし、何よりこの守備適性です。守備適性 B なんですけど、呼吸スローイング A で肩力 B ですね。めっちゃいいっす。エラー少ないんじゃないかな。
エラーあんましないんじゃないか鳥谷選手は。守備では本当にもうショートナンバーワンと言ってもいい守備力ですね。で、コンボもチャンス20丸なんで超優秀です。コンボ組みやすいです。満塁男もついてるんでチャンスにも強い、一層強い選手ですね。続いていきます。最後じゃないか、ダス通過伊藤を務む捕手ですね。この捕手はミート型で、73パワー70というところで、まあ打撃能力は正直低いんですけど守備能力ですね。来ました、捕手 A です。捕手 A なんでセンターラインの最高峰も組めます。で、捕球 S93 なんで本当ほぼ反らすことないでしょう。で星20丸なんでもう守備面ではピカイチです。伊藤選手守備面ではピカイチで、星スタメン候補として十分名を連ねる実力あると思いますね。943連続守備機会無失策、すげえ半端じゃない、半端じゃないです。次行きます。はい、来ました、大隣投手です。奇跡の復活を遂げた大谷投手、僕も好きな投手でした。で9位77なんで、9位へ狙います、勝負で狙います。で制球スタミナ74-76とまあ悪くない数字ですね。で球種もまあそこそこあります。5球種なんで多いですね。 B 球種2つあるし優秀だと思います。で特殊能力キレを持ってますんで、本当にコンボも組みやすいし、まあ打たれ強さは尻上がりありますし、でも尻上がりは優秀ですからね。後半に限って後半に向けて能力上がってくるので本当優秀なピッチャーじゃないかなと思います。先発候補で間違いないと思いますね。はい、以上ラインナップ紹介してまいりました。僕がですね注目するというか今回の当たりだと思うのは野手は小笠原選手ですね。で投手は浅尾投手だと思います。この2人ずば抜けて、で僕が狙うのは小笠原選手かな。まあガチャはスルーします、ガチャはスルーしますけど、今回 TS の 30% もらえるので、確かもらえますよね。30% もらえますね。うん、なのでここでバチッと当てに行きたいと思います。まあ累計で終わったらフィニッシュしようかなと思ってますんで、はい、はい、以上で今回の動画終わりたいと思います。じゃあエンドトークに行きますね。はい、今日のエンドトークなんですけど、紹介していく選手この選手です。今勢いのあるあの投手、オリックスの山本由伸投手です。この投手すごいですね。今大活躍をしてますね。まあ昨日投げ方かな、ソフトバンクキラーぶりを発揮してバチッと抑えましたね。本当にすごいピッチャーなんですけども、まあこの人ですね、野球界の神童って言われてて、ある日ですね、今や有名な格闘技界の神童那須川天心選手との神童対談が、実現したんですよ。でこの2人って同級生なんですよね。なのでもうこの世代には2人の神童がいると、すごいことですよね。でこの山本投手っていうのはですね、オリックスの高卒新人投手で、NPB の一軍公式戦で、勝利投手になった事例っていうのが、まあ前オリックスで大活躍した平井投手、平井正文投手が
現役時代に1994年に記録して以来の記録を作ったと。それぐらいのピッチャーなんですね。で、山本投手、まあ、岡山県出身なんですけど、まあ、高校時代には、まあ、宮古城高校って言って宮崎の高校なんですけど、そこで完全試合を達成したりとか、本当に何者入りで入ってきた高校生だったんですよね。で、2年目かな、2年目で、ブレイクして、セットアッパー抑えと、まあ、いきなり活躍したんですよ。で、なんといっても、山本投手の武器っていうのが、カットボール、あと150キロオーバーのストレート、まあ、しかもテイクバックが小さなフォームから投げてくるので、本当に球の出どころが見にくいんですよね。本当すごいピッチャーです。でそんなピッチャーが今年先発に転向して、ね、先発転向したばっかなのに本当に防御率も1点台だし、まあ、本当にすごい投球をしてるんですよ。なので、まあ、今年はまだ勝ち運がちょっとないので3勝止まりですけど、まあ、もっともっと勝ってこれから勝っていって2桁勝っちゃうんじゃないかなと思いますね。まあ、本当に若手最注目株だと思いますんで、まあ、これから注目していくべき選手じゃないかなと思いますね。はい。で、まあ、キャッチャーの山崎克己捕手、オリックスの、が、今日してたんですけど、まあ、則本、楽天の則本にもそっくりだと思って、もうそういう風に褒め殺してたんですよね。それぐらいのピッチャーになると思うので、これから注目のピッチャーじゃないかなと思いますね。まだ20歳ですからね。と若手最注目株でしょう。でプロスピの能力としてもバンバン上がってくると思うし、で最近プロスピってなんか中継ぎ先発ばっかやってた中継ぎ適性がなくなっちゃうっていうケースがあるんですよね。なので山本投手も先発ばっかやってるんで、シーズン2で中継ぎ適性なくなっちゃうんじゃないかなと、そこを心配してるんですよね。僕も個人的に欲しい選手なんですけど、そこはねあえて小波さんなくさないでくださいと僕は言いたいですね。はい、先発中継ぎと両投でいきたいので、そこはなくしてほしくないなと思います。はい、という感じですね。今回は山本由伸投手を紹介させていただきました。この投手、皆さんこれからも注目して、見ていって応援していってくださいというところで、今回エンドトークを終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。